暖かくなってきたからアイスクリーム柄です。ビビッドな色合いが素敵でしょ。アイスだから氷合わせてみました。ファスナー20センチなんですけど、ちょっと大きい感じのするボックスポーチ作ってみたいと思います。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布でファスナー20センチでポーチ作ります。とても簡単ですからね。表布と裏布全部同じサイズですよ。四隅はねカットします。ファスナーは入手しやすい20センチを使用しています。四隅カットした間はファスナーの全長です。布の横幅はもっと大きいですけど、四隅カットしたところね、この間の部分はずっとファスナーの全長です。あとはファスナー以外にタブっていうか持ち手みたいな感じで用意します。表布は2枚、裏布も2枚です。2枚ずつ用意してくださいね。全部同じ大きさです。サイズは20cm×31cm、 20cm×31cm です。で、四隅をカットします。 4cm×4cm カットしてくださいね。すべて 4cm×4cm カットです。表布の裏にだけ接着芯を貼っていますよ。表布の裏には接着芯です。次はタブです。タブというかね、こうサイドにこんな感じで持ち手みたいにねつけようかなと思っているので、ちょっと長めです。 5cm×13cm、 5cm×13cm です。裏には接着芯貼っています。貼らなくてもいいですよ。今回はねちょっと貼りました。あとはファスナー 20cm、 ファスナーは 20cm です。まずはこのねタブから作ります。サイド塗っておいてくださいね。はい、できちゃいました。次はファスナーを縫い付けていきます。金具は下向きで、布端から 5mm のところにセット、ファスナー端から 5mm のところを縫っていきます。縫えたら裏布を中表に重ねます。裏布は中表です。表布の縫い目の 2mm 下を縫っていきます。金具に来たら金具を動かして縫いますと。ファスナーの際を縫い押さえるんですが、表布の方に縫い代を倒して縫います。裏布は広げておいてくださいね。ファスナーの反対側にも布を縫い付けます。布端から 5mm のところ、ファスナー端から 5mm のところを縫っていきますよ。もうねずずっと縫っちゃうだけなんで簡単ですね。裏布は中表です。表布の縫い目の 2mm 下を縫っていきますよ。ファスナー金具は開けて、こちらはね開けて縫い始めます。表布の 2mm 下あたりを目安にずずっと縫っていきます。ファスナー際を縫い押さえます。縫い代は表布側に倒して、裏布は広げて縫っていきますよ。際を縫う時も金具を動かして縫うだけですよ。タブを仮縫いします。ファスナーのところでカットした端と端に合わせる感じで仮縫いしていきますよ。この際に裏布は一緒に縫ってしまわないでくださいね。表布だけに仮縫いしてください。布の向きを変えます。底とサイドを縫い合わせていきますよ。裏布の底に返し口を作ります。まずは底、その後サイドね、この4箇所縫っていきます。裏布の底には返し口です。表布はそのまま、縫い代は 1cm です。ファスナーが開いてることを確認して4箇所サイド縫い合わせていきます。縫い代は 1cm です。縫えたらざっとね縫い代開いておいてくださいね。その方が作業しやすいです。まちを作っていきます。底のまちはそのまま開いて
そこの縫い目とサイドの縫い目を合わせてまちを作るだけでも OK です。4箇所で OK です。ただファスナーの横なんですが、表布と裏布それぞれ開いて縫い目とファスナーの中心を合わせます。表布は表布で開いて、裏布は裏布で開くんです。ファスナー横は表布と裏布を重ねてまちを縫います。ファスナーの金具の外側が縫い代幅です。この縫い代幅で底のまちの縫い代幅を縫ってくださいね。反対側も同様です。裏布と表布を重ねて縫ってくださいね。縫えたら底を縫いますが、そのまま縫ってもいいんですが、向かい合う表布と重ねて縫うと、こうやってね重ねて縫うと裏布が引っ張っても出てこない仕様になるんです。返し口から表に返しますよ。裏布と表布がくっついた仕様なので、ちょっとね変な形ですよね。返し口を縫い閉じます。私はミシンで縫い閉じちゃおうと思います。できました。完成です。わーい、どうです？すごい可愛くないですか？ボックスポーチなんですけど、なんかちょっとバスケットみたいなね。この形ちょっと前にね流行ってましたよね。ちょっと難しそうに見えるんですが、意外に簡単ですね。分かってしまうと本当に簡単。そして何よりもたっぷり入ります。裏もね綺麗な仕上がりですよ。私はね返し口をまつってないので、返し口ミシンなので目立ちますけど、まあね目立たせたくなかったらまつるのがおすすめです。ファスナー20センチの割には大きいポーチに仕上がりました。縦はねだいたい10センチ弱ぐらいかな。横も 9.5 センチとかそんな感じです。上と下ねちょっとねぴったし合ってない感じですけど、まあいいかな。ここまちのね縫い代幅を一緒にするとピタッと合いますからね。そこのね返し口割と目立つんで、目立つの嫌だなという場合はまつり縫いしてくださいね。簡単で可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。さんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。